前回までのディアスラ、あなたはつい先ほど不幸にもなくなりました。何か一つだけ好きなものを持っていける権利をあげているの。かつての自分を相手に。貴様だ、向こうでしょ。こんなとこやで。待って、待って。もうちょっとだけ試してやるか。ほう、やるではないか。一気にとどめを刺してくれる。見えているのかと聞いているのだ。私だって馬小屋なんかで眠りたくなかったわよ。でもお金がないんだからしょうがないじゃないの。ひれ伏すがいいぞ。血を吸って殺すと予告しよう。なんでよ。エリふん。誰かと思えばその顔。先に行って席取っておいてって頼んだのに。あ、で、その猫どうしたの？腕試しをしてやろう。そんなものは呼んでいないが。あんな状況でいきなり連れてこられて持ってるわけないでしょ。私は戦うにはまだ準備不足というところなんだ。見えて。なんてことかしら。この漆黒の毛皮といい、ふてぶてしい態度といい、何か邪悪なオーラを感じるわね。それを私に見せてくれると嬉しいのだが。やるな小僧。お前の生き血を私にくれるか。まだ馴染んではいないが、分かっているな。来ないわね。何を利用しようとも。な、ふん。さて、じゃあ討伐クエスト行きましょう。マヌケが知るがいい。ディアスラ、俺は何回死ぬんだ。次はどこから、いつ襲ってくるんだ。来るな。俺のそばに近寄るな。ふん、二手に分かれて挟み撃ち。呼吸も乱れていないな。死ぬしかないな。ごく短い時の流れでしか生きない。助けてほしければまずこの私をさん付けするところから始めましょうか。ちげすな。同じ敵を狙うのだ。しょうがないわね。助けてあげるわよ、ひき兄と。その代わり明日からはこの私を崇めなさい。町に帰ったら悪志津教に入信して1日3回祈りを捧げること。ご飯の時には私がちょうだいって言ったら抵抗せずにおかずをよこすこと。それからね、助けて。少しだけ褒めてやる。興味深いやつだ。臭いよ、ぬめぬめするよ。私怪我されちゃう。おめでとう。まだ馴染んではいないが。死ぬしかないな。奴らを殺してくれよ。ありがとう。まさか貴様に娘が生まれるとはな。まあまあだな。冗談じゃないわ。今の汚れた私を悪志津教徒が見たら信仰心なんてだだ下がりよ。これでカール相手に引き下がったなんて知れたら、美しくも麗しいアクア様の名が廃るわ。我が血と力のもとに。神の力、思い知れ。ゴッドブラー。ほほう。カエルってよく見ると可愛いと思うの。せいぜい頑張れよ。
クエストの完了を確認しました。ご苦労様でした。そんなものは呼んでいないが。初心者の冒険者ほど成長は早いですよ。ほう、磁力とは面白いスタンドだ。ではジャイアントトードの買い取りとクエストの達成報酬を合わせまして11万エリスとなります。ご確認くださいね。募集しましょう。気化冷凍砲か。その階段を2段降りろ。あっという間に馴染む。その奇抜な格好は見かけ倒しか。この私がいるんだからな。全力で行け。くだらん。今のお前など相手にもならん。まだ完全に俺に馴染んでおらん証拠。私は最上級職のアークプリーストよ。どこのパーティーも喉から手が出るくらい欲しいに決まってるわ。お前なら間違いなく勝てるだろう。わかったらカエルの唐揚げもう一つよこしなさいよ。ふう、再び私の仲間にしてやろう。君とならいけそうだな。全力でいけ。ちげすな。ジョナサンに近いものを感じたぞ。あの小僧、私がお前の目となってやろう。やはり肉体は自分のが一番だな。ふん。その顔。ふん。話をしてると心が落ち着く人間がいるなんて。君がいなくなるのが怖かったのだ。お前を早めに殺せてほっとしているぞ。懐かしい技だ。このディオを暗殺することはできん。これが全てなのだ。ゲロを吐くぐらい怖がらなくてもいいじゃないか。普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだね。二手に分かれて挟み撃ちつけてきているというわけか。汗もかいていないし呼吸も乱れていないな。思っても見なかったのだ。だってまだ馴染んではいないが。募集の張り紙見させてもらいました。ん？私はあなた方のような者たちの出現を待ち望んでいた。我が名はメグミン。アークウィザードを生業とし最強の攻撃魔法爆裂魔法を操る者。あまりの強大さゆえ世界に疎まれし我が禁断の力を何時も欲するか。貴様にはがっかりしたよ。違うわい。我はコウマ族随一の魔法の使い手メグミン。我が必殺の魔法は山をも崩し岩をも砕く。どうした。もう3日も何も食べてないのです。何か食べさせていただけませんか。頼もしいのは鳴き声だけか。誰に対しても攻撃的。その赤い瞳もしかしてコウマ族？何か用か。コウマ族は生まれつき高い知力と魔力を持ってて大抵は魔法使いのエキスパートでみんな変な名前を持ってるわ。てっきり死んだと思っていたが。これは我が強大なる魔力を抑えるマジックアイテム。もし外されることがあればこの世に大いなる災厄がもたらされるであろう。面白い。始末すべき宿命。まあ嘘ですが単におしゃれでつけてるだけ。痛い目が。君の力を貸してはくれないか。まだ馴染んではいないが。
やめろ。爆裂魔法は最強魔法。その分、魔法を使うのに準備時間がかかります。準備が整うまで、あのカエルの足止めをお願いします。私がお前を殺すぞ。さもなくば、ずいぶん世話になっているぞ。我が血と力のもとに！今日こそは女神の力を見せてやるわ！震えながら眠るがいい！ゴッドレクイエム！ほほう。ゴッドレクイエムとは、女神の愛と悲しみの鎮魂か！相手は死ぬ！私の寝首を取ればいいだろう。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が深紅の根拠を覗く。動けん！万象等しく怪人に帰し、深淵より来たれ！これが人類最強の威力の攻撃手段。これこそが究極の攻撃魔法！エクスプローション！ほほう。頼もしいぞ。お前の能力は素晴らしい。間違いなく勝てるだろう。ふん。いい戦いっぷりだったぞ。どうした？我が奥義である爆裂魔法は、その絶大な威力ゆえ、消費魔力もまた絶大。要約すると、限界を超える魔力を使ったので、身動き一つ取れません。なんだっけ？やばいです。食われます。すいません。ちょっと助けて。うっぱ。私、女神なのに、女神なのに。ふぅ。の中って臭いけどいい感じにぬくいんですね。欲望を満たすために力を使え。石仮面をかぶったのか。お前でもダメだったか。私はそこへ行く。使えません。ん？私は爆裂魔法しか使えないんです。他には一切魔法は使えません。マジか。マジです。なるほど、期待しているぞ。さらばだ。真の勝利者とは、お前のせいで準備運動にもならなかったぞ。ちょっとだけ相手をしてやるか。荷物持ちでも何でもします。お願いです。私を捨てないでください。見事だ。あの男、小さい子を捨てようとしてる。隣には粘液まみれの女の子も連れてるわよ。あんな小さい子をもてあそんで捨てるなんて、とんだクズね。見て、女の子は二人ともヌルヌルよ。一体どんなプレイをしたのよ、あの変態。そんなものか。う、貴様、どんなプレイでも大丈夫ですから。先ほどのカエルを使ったヌルヌルプレイだ。思い上がるなよ。ふぅ。あの時のまじないしか。くそ、しぶといやつめ。私をどれだけ待たせるつもりだ。人の出会いってのは運命で決められてるのかもしれねえな。三人に滅ぼされはしましたが、守りの使命を続けているのです。人間の偉大さは恐怖に耐える誇り高き姿にある。我がドイツの科学は世界一！時間の無駄だったな。愚かなやつめ、それでいい。準備運動にもならなかったぞ。話をしてると心が落ち着く人間がいるなんて。募集の張り紙見させてもらった。ん？
まだパーティーメンバーの募集はしているだろうか。まあこんなところかな。ほう、面白い。お前のせいでこの体にはずいぶん世話になっているぞ。ふん、思っても見なかったのだ。やっと私のために勝ってくれたな。そうか、よかった。あなたのようなものを私は待ち望んでいたのだ。私の名はダクネス。クルセーダーを生業としているものだ。なんだっけ。ぜひ私を、ぜひこの私を、緊急クエスト、緊急クエスト。俺の城に毎日欠かさず爆裂魔法を打ち込んでくる頭のおかしい大馬鹿は誰だ。そういうことならば容赦はせん。このディオに近いようでもあり、ディオスマー。